はいはいはい、ツッキーです。今回はですね、僕がおすすめする、雪が降ったらぜひ行ってほしい、白馬の冷や雪コースを3コース紹介します。白馬バレーには10カ所のスキー場があります。各スキー場それぞれ特色があってですね、大変面白いコースがねいっぱいあるんですけど、そのうち冷や雪コースは20コースほどあります。その中で僕がここは面白いなって思うコースをですね3カ所紹介していきます。まず1つ目は岩岳スノーフィールドの岩岳バックボール。この中にありますビュー A です。このビュー A は沢地形を生かした冷や雪コースになってます。よく沢地形だと、木がいっぱいあってねツリーランコースをイメージすると思うんですけど、このビュー A についてはですね木がなくてですね大きな尾根の重なったような沢地形になってます。ですので地形を生かしたライディングがですね楽しめるコースになっています。特にですねスノーボードの方がね楽しめる地形だと思います。続いて紹介するのは僕のホームゲレンデでもある白馬コルチナスキー場にある飛騨山コース2です。こちらのコースはですね全長 600m、 最大斜度36度を誇るですね上級者コースなんですけど、下部にね行くにつれて斜度がきつくなっています。 600m も距離があるので斜度がきつくなる下部はですね足がパンパンになります。足自慢の方はですねぜひこのコースをですね挑戦してみてください。最後に紹介するのは八方尾根スキー場のフリーライディングエリアおむすびです。こちらはですね近年オープンしたコースなんですけど、コースの全長は約 500m、 最大斜度は40度、幅がですねかなり広いエリアになってますので、僕が感じるのは白馬エリアのバックカントリーをギュッと凝縮したようなコースになってます。尾根があったりツリーランがあったり沢があったり、こういったものがあるので本当にですね足自慢の人が挑戦するコースになってます。そしてこのコースはパノラマコースの林間コース、通称パノリンからですね一望できるためにですね注目されて滑ることになります。足自慢の方がですね挑戦してくるのをぜひ見てもらいたいと思います。今回白馬の冷や雪コース3コースを紹介しました。雪が降ったらぜひ行ってほしい、ちょうど今の時期ハイシーズン、2月のハイシーズンにですね白馬のスキー場にお越しください。それでは白馬でお会いしましょう。バイバーイ。